アンドリア・カルジェロビッチは、ユーゴスラビア、北バチュカ・軍バチュカトポラ出身の同国代表サッカー、選手。NK インテル・ザプレシッチ所属。ポジションはフォワード。オフック・ベオグラードで、選手経歴をスタートするも、出場機会に恵まれずレンタル遺跡により2部リーグや3部リーグに、所属するクラブを渡り歩いた。 セルビア U-21 代表としては2008年にスウェーデンで行われた UEFAU-21 欧州選手権への出場は逃し同年夏に中国で行われた北京オリンピックでも当初はバックアップメンバーとしての登録だったが所属クラブの諸事情で出場辞退したステファン・バボビッチの代役としてセルビア代表メンバーに選出された 2009年に FK ラド・ベオグラードへ移籍。2010年4月7日、敵地で行われた日本との親善試合において、セルビア代表デビューを果たした。レッドスター・ベオグラードに移籍した2010から11、シーズンには13得点を挙げて、スーペルリーガ得点王となった。2012年、J リーグのクラブと中国のクラブからオファーを受けていたが、 中国サッカースーパーリーグの北京国安に移籍した。しかし、出場機会がつかめず、2012年8月末、スペインのラシン・サンタンデールに、レンタル移籍した。2016年6月5日、A リーガの FK、ジャルギリスに加入することが発表された。同年のシーズンでは、リーグ戦20ゴールを挙げ得点王を獲得した。2017年1月11日、 ポーート FC へ加入ししたたリーグに参戦した2017年8月15日、A リーグのウェリントンフェニックス FC に移籍した。2018年、スロベニアのオリンピアリュブリャナに移籍した。ありがとうございます。